皆さん、こんにちは。トシムです。今日は2000円で買えるシャンパーニュで修行しようと思います。先日、市から頂戴したシャンパーニュがなかなかイケてたので、安馬シャンパーニュをいろいろ飲んでみようと思ったんだ。たくさん買い集めたから、順番に飲んで紹介していくね。今日はルイアルマンを飲んでみるよ。ルイアルマンは1996年にランスに設立された新しい家族経営のメゾンなんだって。このシャンパーニュはメゾンの直販価格は26ユーロ日本円にすると3400円くらいするんだけど、日本でセールの時にセットで買うと1本あたり2000円で買えるんだよ。ブドウはピノノワールが 55%、 ピノムニエが 40%、 シャルドネが 5% からできてるんだって。じゃあ早速開けてみるね。少しオレンジがかった色をしてるね。甘い柑橘系の香りがメインだね。妖艶な香りじゃないけど安っぽい香りではないよ。さあ味はどうかな。甘みのあるまろやかな味わいだね。少し苦味もあるよ。柑橘類の苦味に似てるね。香りといい、味わいといい、このシャンパーニュは柑橘系の雰囲気だね。複雑さはそんなにないよ。若いし、この値段だからね。でも値段を考えれば、普段飲みとしては悪くないと思うよ。2000円のシャンパーニュ、素敵。今日の修行はここまでね。またねー。